では、まあ、11年ぶりにここでお話しさせていただきます。11年前、ともえ Linux という、まあ、Linux のセキュリティ強化モジュールを作って、それについて、まあ、こちらで紹介させていただいて、で、まあ、それ以外、またその後、まあ、ちょっとある偶然から、まあ、Linux のメモリ管理周りのバグハンティングにはまり込むようになってしまったんで、ちょっと今日はそれでお話をしたいと思います。で、皆さん、C 言語、C のライブラリー関数のマルクっていうのはご存知ですよね。大丈夫ですよね。ページフォルトっていうのは聞いたことありますでし、大丈夫ですよね。はい。じゃあ、それが分かればいいです。はい。じゃあ、まず最初に聞きたいと思います。まあ、Linux において、マルクとかページフォルトとかが起きただけでシステムがハングアップすると思いますか？すると思う人。半田さんが聞いてるんだもん。しないと思う人。ですよね。普通そんな丸くしたとかページフォルトしただけでシステムハングアップするとは思わないですよね。でも実はハングアップするんです。それがちょっとすごい恐ろしい闇の始まりなんですね。このページではまずみんな、まあ、ちょっと数年間メモリ管理にかかってきて思ったことなんですけど、メモリ管理サブシステムの5つの特徴、私が思うにそのメモリの割り当て処理が先に進むことを保証しないと。普通丸くリクエストしたらメモリ割り当てできたらその割り当てた履歴返ってきますと、割り当て失敗したらヌルが返ってきますと、まあ処理が終わりますよね。でも処理が先に進むことを保証してないんです、 Linux カーネルは。つまりその丸く読んだらそれっきりもうシステムがハングアップして返ってこないっていうことがあり得るんです。ちょっと信じられないかもしれないんですけど本当なんです。で、まあ、こんな闇と戦ってきたんですね。で、まあ、問題が発生する可能性があっても現実に起こるまでは対処しませんと。これは、まあ、例えば、まあ、こういった場合になんかハングアップしちゃう可能性あるねって指摘しても、それ実際に起きるまでは対処してくれないんですね。それはマロクやってるコミュニティの人たちが対処、はい、メモリ管理しやすい人の人たちがそういう方針で動いてるからです、はい。あと、まあ、こういったか悪意あるいはストレステストによって発生した問題は対処してくれません。ちょっと変な話なんですけど、普通、まあ、システム開発とかで、まあ、ストレスかけある程度の負荷かけてそれで問題発生しないことを確認するとかって思うんですが、そのストレステストで発生した問題については対処してくれません。それはストレスかけた方が悪いと。こういったか悪意によってストレスをかけた場合にハングアップしました、それも故意にやった方が悪いと。そういう考え方なんです。嘘でしょって思うかもしれないんですけど本当にそうなんです。だから苦労してるんですね。上の方が優先順位高い。あ、いえいえ、優先順位じゃなくてこれはまあ、5つの特徴で、現実に起こると矛盾するじゃないですか。はい、あ、だからその起きたって問題が起きたっていうのを証明して初めて対処してくれると。故意じゃダメだ。ええ、故意にやっただけではダメと。普通のストレスでまあ、普通の負荷で動かしていて問題が発生して初めて対処すると、そういう方針なんです。で、あとは、まあ、その自分で真犯人を逮捕できない一般人は相手にしてません。つまり、まあ、何かシステムがハングアップしましたと、だけどその原因がメモリ管理サブシステムがあるんだよっていうのを証明してやんじ、その自力で証明しないと対処してくれません。つまり、まあ、さらに厄介なのは、まあ、そういう問題が起きててもそのパネルは何もメッセージ出してくれないんで、サイレントハングアップにしか見えないと。だからすごい追っかけるのが大変なんですね。で、まあ、あと OM っていうのは最近のシステムはすごいたくさんメモリ積んでますから、まあ、組み込み用途とかでなければそう簡単には OM は起きないはずなんですよ。なんで、まあ、あんまり関連開発者の関心引かない領域なんで、なかなかこういう問題が解決されません。まあ、他にもいろいろないことを挙げたらキリがないんですけど、まあ、とりあえずこの5つです。はい。で、まあ、私がそのメモリ管理サブシステムが書かれるようになったきっかけとしては、まあ、ちょっとある問題、なんかまあ、サポートセンターに行った時代にある問題をかけててGitバイセットしてたんですね。そしたらちょっと不思議なコミットを見つけてしまったんですね。で、まあ、それが偶然見つけたのがその、まあ、CV20134312 と
2016-2847 ですと呼ばれているものです。でまあこれはそのメモリをローカルの一般ユーザーがシステムでメモリ全部食いつぶしてシステムを、まあ、ダウンさせることができるというそういうものですね。でまあこの顛末については、まあ、去年そのセキュリティキャンプっていう、まあ、セキュリティ技術者を育てるイベントがあるんですけど、そこで話をした時、この時の資料であります。でまあ4時間かけて説明したんですけど、まあ受講者が全員頭の中フリーズしちゃうぐらい ややこしい話です。でまあ今日、まあ、1時間の予定ですけど、これを全部説明するのはできないんで、まあちょこっとだけ必要な部分だけを説明します。それあれ下あ、はいはい。でまあこれがその去年セキュリティキャンプで使った資料です。ここの、オンラインで見れるようになってますので。でまあざーっと、まあC 言語の知識がちょこっとある。Linux 上で C 言語で、まあ、100秒程度のマルチレートプログラムをかけるぐらいの知識があれば、まあ分かるかなと。でまあバグを見つけたら放置できないしておけないっていう人には中毒性が強すぎますご注意ください実際はもう抜けられなくなっちゃった人がここにいますので、はい。でまあこのページ、まあ、いろいろアウトオブメモリーローカルトスコーキ引き起こす方法が書かれてます。なんでまあ自分が管理してないマシン上でやらないでくださいねと。あとまあセキュリティモデル開発者だったんですけど、まあちょっと偶然こっちのメモリ管理の方に引っ張られてきただけの、まあスキーアクティバーの人なんで専門家ではないですはい。でまあいろいろあるんですけど、まあ最初そのトモエリナッツっていうのやってまして、でまあそれの話は今日はしませんと。でまあその後サポートセンターでトラブルシューティングやってましたと。でまあまあ、予期せぬハングアップがシステムがその予期せぬハングアップしたとか再起動したとかっていう問い合わせが結構あるんですけど、まあバードメッセージとか見ても何も録画残ってませんと。なんでまあ結局何が起きてたのか分かりませんということが結構ありませんでしたと。結構ありましたと。でまあそのハングアップ中のメッセージがなんかどこに記録されてたらいいなっていうのを期待して、まあシリアルコンソールとかネットコンソールとかそういったのを、まあ、提案してみたんですけど、まあ、それによって何か手がかりがあるってことも、まあ、記憶にないですと。本当に何が起きてるのか分かんないっていうそういう、まあ、トラブルと戦ってました。で準備体操としてユーザー空間では、まあ、メモリはMMU 対応システムの場合ですけど、まあ、ユーザー空間でのメモリ割り当て容器が失敗することは滅多にありませんと。デフォルトではオーバーコミットが OK なんで、まあ、システムが搭載している以上のメモリを割り当てることができますと。ダーンと割り当てることができますと。で、まあ、オーバーコミットすることができますと。で、まあ、実際搭載しているメモリより多くできますと。で、OM キラーというのは聞いたことはありますでしょうか。これがまたすごい厄介ものなんですね。まあ、空きメモリの量をこの、まあ貯水槽に例えますと、まあ、メモリがたくさんある状態、これがそうです。で、だんだん空きメモリが、メモリがたくさんある状態から、だんだん空きメモリが減っていきますと。で、ウォーターマークっていうのがありまして、ハイとローとミンというのがありますと。でどんどん空きメモリが減ってきて min まで来るとここで OM キラーというのが発動しますと。でこれによってそのメモリを空きメモリを増やそうとするわけです。で、まあ、最悪の場合その空きメモリが完全に枯渇してシステムがハングアップします。ゲームオーバー状態ですと。で、まあ、こうならないために、まあ、いろいろと、まあ、ややこしいことがあるんですね。意図的に OM キラーを発動させるというところが、まあ、デバッグするために必要なことなんですね。で、まあ、発生させるのは簡単ですと。メモリ割り当てて、で、まあ、その領域メモセットするだけですと。メモリ割り当てて、で、ページフォルトを起こさせるだけですと。そうすると OM キラーが発動しますと。で、本来ならそれで、まあ、プロセスが終了するんですと。それで済むはずなんですね。で、空きメモリが回復するはずですと。で、まあ、ちょっとまあ、
最近はまあ、あの C グループっていうのが普通に使われて、使われてきてるんですけど、まあ、組み込み系ではまあ必ずしもそんな C グループ使うほど、メモリー C グループ使うほどでもないっていう関係もあるかもしれないんで、まあ、あのちょっと関係あるかなと。でまあ、この話は基本的にあのシステムワイドの OM 状態についてあの書いてます。でまあいろいろ パラメータとかデバッグする方法とかありますと。でまあその発端がまあこれですね。なんかバイセクト中になんか変なものを見つけたんですね。パイプ、あとサポートフォーシュリンキング&グローイングパイプス。なんかパイプのそのバッファーサイズを変更するっていうパッチなんですね。でまあ そんな機能が追加されてたんだ、知らなかったなと。で調べてたところ、まあ一般ユーザーがあの64キロから1メガバイトまでバッファーサイズを、あのパイプ用のバッファーサイズをあの指定できるようになってるっていうことが分かったんですね。え、一つのバッファーサイズは最大1メガですかと。1プロセスで1024ファイルディスクリプター開けるはずですと。でそうするとおよそ1ギガバイトのメモリをあの、まあ、パイプバッファに割り当てられるはずですと。で一般ユーザーでも、まあ、1024個プロセス作れるはずだから、そうすると、まあ、あの1テラバイトほどメモリをパイプバッファで割り当てられるよねと。でも普通の Linux サーバーがそんな何テラバイトも積んでるはずないよねと。でじゃあその全てのメモリパイプバッファに割り当てたら何が起こるでしょうかと、まあ、あのコードとしてはこんな感じです。まあ、パイプあのプロセスたくさん作って、でそれぞれのプロセスについて、まあ、あのバッファー大きくして、でそこに詰め込むと。それだけですね。そのプロセスたくさん作って、そこにパイプバッファーを拡張して、そこに詰め込むと。そうすると、まあ、OM キラーが当然発生するわけです。空きメモリなくなるから。で、まあ、それによって、まあ、ほぼ全てのプロセスが死にましたと。これが、まあ、OM キラーが発動する前に動いてたプロセスです。だといろいろ動いてましたと。 でその後、まあ、これ実行するとどんどん OM キラーが発動して、最終的に何が生き残ったかっていうと、だーとどんどんプロセスが殺されてって、最終的に生き残ったのはまあこんぐらい。ほとんどのプロセスが殺されちゃったということで、まあ、これがその JJC2013-4312 っていうのが挙げられたと。でまあ、この影響範囲っていうのはあの どこまで影響するのかなと。そういえばそのユニクスドメインソケットっていうのを使うとファイルディスクリプターを渡すことできるよなと。そうするとわざわざそんなプロセスたくさん作んなくても1個のプロセスで全部食い潰せるはずだよなと。でやってみましたと。そうすると、まあ、やっぱりまあ予想通り OM キラー乱発で全てのプロセスを殺すことができましたと。こんだけですね。生き残ったのが全プロセス殺されちゃいましたと。で、まあ、ということでなんで、まあ、1996年6月リリースされて Linux2.0 以降が影響を受ける脆弱性だったということでしたと。で、まあ、この緩和策で、まあ、あの KMMOCG カーネル側 そのメモリの使用量を制限するとか、そういった機能を使えば、まあ、あの緩和できるはずだっていうふうな話でしたけど、でもまあ実際その KMOCG 必ず使ってるとは限らないですよね。それに古いカーネル対応できませんと。だからまあそれって本当に緩和策なんだろうかっていうの。まあ別にそれは今日の話ではあんまり関係なくて。でまああのどう対処しようとしたかっていうふうな話として、まあとりあえずその脆弱性を扱うためのメーリングリストであの議論が行われたんですけど、まともに対処する価値のある問題とは考えられませんでしたと。そもそも信用できないローカルユーザーログインさせる方が悪いだろうって。故意や悪意による問題だから、そんなんだ、もうあの対処しないっていうような考え方が、まあ、ありましたと。でも、まあ、あの実際、まあ、ローカルの非特権ユーザーが権限昇格できるような脆弱性を対処してるわけですよ。なんでローカルとすら対処しないでよって。それ矛盾してないって。あと、まあ、その KMOCG、うまく設定できんのとか、対応してない古いカーネルどうすんのとか、あと、まあ、他にもいろいろ攻撃方法存在すると。まあ、あのこれはあくまで攻撃方法の一例なんで、いろいろシステムダウンをさせる方法はあると。だから、まあ、わざわざこんなん対処する必要ないと思われてるというふうな感じだったんですね。なんで、まあ、なかなか解決策が見つからない状態でしたと。
で、まあ、そんな中、デル7ベータがリリースされまして、で、まあ、システム D が入って、で、まあ、ファイルシステムのデフォルトが EXT4 から XFS に変わりましたと。で、まあ、デル6ではほぼ全てのデモプロセスを殺すことができたけど、デル7でも同じになるのかなということでやってみましたと。ところがどっこい、なんかちょっとデル7上でやると様子がおかしいんですね。応援キラー乱発でほぼ全てのプロセスが死ぬはずなんですけど、なぜかその応援キラーが発動時システム全体がフリーズしたりとか、まあ、あるいは発動前にフリーズしてしまったり、あるいは発動後にフリーズしたりしてたんですね。なんでだろうなと。それがまあこの 闇の始まりだったんですね。たまたまその脆弱性見つけて、それをデル7で影響を受けるかどうか試してみて、でまあやってみたらなんか変な挙動してると。本来だったらプロセッサーが殺されるだけのはずなのに、なぜかシステムがハングアップすると。単にメモリを割り当ててるだけなのに。なんででしょうねと。でまあハングアップしますと、まあ、ちょっと長いんで時間節約のためにだいぶ飛ばしますけど、どんどん飛ばしていきますと。でまあまあちょっと議論はなかなか行き詰まってしまって、でまあまあその時はもうシステムがドス攻撃受けて手遅れだと、諦めて再起動させろと、そんなこと言われてたんですね。つまりこれ問題の本質に気づかずに、もうこんなドス攻撃許した方が悪いと、そういうふうな扱いを受けてたわけですよ。でまあシステムが固まるっていう問題事象について、まあ、対処するために未修正の脆弱性を晒したくはないわけですね。だからまあそのあとまあそのいろいろたくさんプロセス作ってそれで負荷かけてるっていうのが、まあ、ドス攻撃受けていた手遅れたっていう、まあ、条件反射的な反応を招いちゃったっていう側面もありますと。なんで、まあ、そのこの脆弱性を使わずにそのハングアップさせるっていうプログラムを試行錯誤しながらやってきましたと。でまあその時、まあ、制約条件として、まあ、ローカルの非特権ユーザーの権限で再現でき、それでまあなおかつその永遠に負荷をかけ続けるっていうのとは違うと、ということを、まあ、制約として有限の負荷で再現させるという条件を課しましたと。しかしまあこれがまたあまりにも多くの問題を引き起こしてしまったんで、まあちょっと話が飛んできますと。なんでまあ先に脆弱性の顛末について紹介しますと、まあ、このパッチを修正するこの脆弱性を緩和する方法として、パイプバッファーのサイズを制限できるようにするという修正が取り込まれました。で、まあ、しかし、まあ、ほぼ同時に提案された両方のパッチに、この、まあ、同じタグつけたもんだから、ちょっと混乱が発生してしまって、この2013-4312って、ね、最初に、なってた方が、これが、ファイルです。2013-4312っていうのは、このバッファで枯渇させる攻撃だったんですけど、そっちの方が2016-2847というのに割り当てられてしまって、でこっちのもともとの2013-4312っていうのはファイルデスレクター枯渇攻撃そっちの方に割り当てられちゃったということになりましたと。でまあ別にこの脆弱性はとりあえずこれで、まあ、緩和されたんで OK ですと。でまあその後パイプバッファー KMCD で追跡できるようになるパッチが投稿されたんで、あれそれっておかしくない、 KMCD って緩和策じゃなかったのと、実はそうじゃなかったんですという話でしたと。まあその KMCD 使ってパイプバッファサイズを制限すればいいというふうに思われてたんですけど、実はその緩和策全然効果なかったんですというオチでしたと。でまあ、ここまでは単なる脆弱性の話です。でここからが闇の始まりなんですね。はい。でまあいろいろあるんですけど、どうしましょうね。あんまり時間もないんでタイト飛ばします。あんまり気にしないでいい。はい。まあワーク Q っていうのがいまして、でまあいろんなスレッドが発行する、まあ、リクエストを処理するカーネルスレッドなんですね。プロセスがいて、でそのシグナルを扱うためのシグナルストラクトっていうのがあって、で、まあ、あとプロセスが使ってるメモリを管理している MM ストラクトっていうのがありますと。で普通は、まあ、プロスレッドに対してシグナル
ストラクトと MM ストラクトっていうのが対応してますと。で、まあ、マルチスレッドの場合、マルチプロセスの場合は、まあ、これが複数ありますと。で、マルチスレッドの場合は、1個のシグナルストラクトと1個の MM ストラクトを、まあ、複数のスレッドが共有してますと。でも、まあ、ちょっとひねくれ者のマルチスレッドっていうのもできまして、スレッドごとに別のシグナルストラクトを持たせるということもできたりしますと。まあ、ここら辺はそのクローンのシステムコールの仕様です。で、まあ、カーネルスレッドっていうのは、まあ、原則として MM ストラクトを持ってませんと。スレッドとシグナルストラクトだけですと。で、ワークQっていうのは、まあ、いろんなスレッドが出してくるリクエスト。いろんなスレッドがリクエストを出してきて、で、それに対して、まあ、例えばそのコンソール出力処理して、はい、出力したよと。ストレージ IO 処理して、はい、やるよと。出力処理して、ちょっと待ってとか。こんな感じで、まあ、順番に処理していく便利屋さんです。はい。で、メモリ管理、バディページアロケーターっていうのを使ってますと。で、あと使用量追跡できるメモリと追跡できないメモリがありますと。で、まあ、まあ、OM キラーで考慮するメモリは、この MM ストラクト。これですね。ここで追跡できるメモリに限りますと。で、あと GFP フラグっていう、まあ、無理ゲーの原因があるんですけど、空きメモリの割り当て要求、空きメモリを割り当てようとしたときに、空きメモリがなかった場合、回収処理っていうのを試みますと。で、その時に、どんな処理なら やっていいかっていうのが指定する必要があるんですね。で、まあ、例えばアプリケーションが、なんかファイルにデータを書き込みますと。そうすると、アプリケーションからファイル、そのキャッシュに乗るまでは、まあ、この GFP カーネルっていうフラグを使いますと。で、その GFP カーネルによって、まあ、キャッシュメモリに載ったものをファイルシステムに書き込むときには GFP NoFS っていうフラグを使いますと。で、このファイルシステムが今度ディスクデバイスに対して、まあ、書き込みを行うときには NoIO っていうフラグを使いますと。で、まあ、これが、まあ、ここが元受けだとして、これが下受け、これがバグ受けと。いうふうな多重構造になってるんですね。だから、まあ、このフラグの指定を間違えるとそれでデッドロックしちゃうっていうすごい苦しい仕組みになってるんですね。で、まあ、これだいたいカーネルの中のフラグ結構間違った使い方してて、このフラグが間違ってることが原因でデッドロックするとかいうこともあります。はい。で、ついで言うとエラーハンドリングも弱いんですね。ほとんどのメモリ割り当て要求っていうのは成功するんで、全然エラーパスはチェックされてないんですよ。だからわざとエラーパスを踏んでみ、まあ、わざとエラーを起こしてみると、それによって、まあ、システムがクラッシュしたりとかいうことが結構ありますと。で、まあ、それが、まあ、この GFP フラグっていうのが あって、で、まあ、多重下請け構造になってるっていうことがありますと。で、あと OM キラーの発動条件というのが、まあ、いろいろ あるんですけど、まあ、原則として OM キラーが発動するのは 32KB 以下の割り当て要求のみです。 32KB より大きい割り当て要求の場合は原則OM キラーは発動しませんと。というか、まあ、原則今この例外ももうすでに現在ではなくなっちゃったんですけど、これを書いてた時はまだこの例外がありましたと。現在ではその例外なく発動できなくなっちゃいました。はい。あと GFP の OFS とか GFP の IO の割り当て要求の場合は発動しませんと。つまりアプリケーションがファイルにデータ書き込むとき、その時の割り当て要求とかであれば OM キラー発動しますと。だけどファイルシステムがそのディスクに書き込もうとした場合とか、そういった時には OM キラー発動しませんと。つまりもしそこでファイルシステムがディスクに対して IO 要求を出そうとしたときにメモリが確保できなかったら、そこで止まっちゃうわけなんですね。システムがハングアップするわけです。ちょっとびっくりな話なんですけど、そういう仕組みなんですね。アプリケーションレイヤーであれば、それは OM キラーを使って回収しますと。だけど、ファイルシステムがその、まあ、ディスクに書き込もうとするときには、そのときは OM キラーを発動させませんと。それはもし発動させちゃうと、もしかしたらそれ、発動、もしかしたら大量にその、まあ、書き込み待ちのデータ、書き込みが終わったら回収できたはずのメモリがあるかもしれないと。だからその、まあ、ファイルシステムから下の入出力については、メモリ割り当て
メモリ割り当て要求なしでも動けるようになってないといけないと、うん、そういう構造になってるんですね。メモリ割り当てなしで動けるように実装されてなきゃいけないと、そういう考え方なんです。なんでだからまあその下請けとか孫請けのメモリ割り当て要求では OM 機能は発動しませんと。だからそれによってシステムがハングアップすることもありますと。あとはまあその OM 機能に、これもちょっと古い内容になっちゃったんですけど、この内容を書いてた時にはそのまあプロセスがこの MM ストラクトを解放するまでは次の OM 機能が発動しないようになってましたと。そでまあ必要、まあ、これは必要以上にプロセスを殺さないようにするための、まあ、仕組みでしたと。今はもう違う仕組みになってるんですけど、でまあさっきのまあ空きメモリ図でやると、まあ、メモリが空きメモリだんだん減ってきましたと。でまあまだここのミンに到達するまでは要求されたらすぐに返すことができますと。ところがどっこいミンに到達しちゃいましたと。それでもまだちょうだいと言われましたと。そうするともうないよと。するともうここでもうどうしようもないということで OM キラーが出るわけですね。お前メモリ使いすぎ、終了して解放しなさいと。でもメモリくれないと終了できないよと。何かの処理をするには大抵の場合メモリ割り当てが伴っちゃうもんなんですよ残念ながらメモリ割り当て要求なしでできる処理っていうのはほとんどなくて、大抵の処理にはメモリ割り当てが伴ってます、はい。なんでそのメモリ割り当て要求が動けるようだと処理が先に、メモリ割り当て要求がその先に進まないと処理が先に進まないという状態になっちゃいますと、そうデッドロックしちゃうわけですね、はい。なんで、まあ、例外としてその OM キラーによって殺す場合には、OM キラーが殺すということで、まあ、その場合に限りその、まあ、この予約メモリ、ここから下のメモリを使うことができるようになってますと、そういう例外があるんですね。終了して解放するために例外的にこの、まあ、予約していた最後のメモリを使っていいと、そういった作りになってるんですね。でまあそれによって無事終了で無事その MM ストラクトを解放できると空きメモリがグッと戻ると、これによって成り立ってたわけです。 OM キラーっていうのはなかなかちょっとギリギリな危なっかしい話なんですけど、まあこれでまたシステムが動き出しますと、はい。で究極の選択が迫られる状況というのが発生しまして、まあ、そのアプリケーションがファイルに対してバッファードライトをした場合には GFP 関連でやりますと。でその後、まあ、ファイルシステムからディスクデバイスに対して定期的あるいは必要に応じて GFP の変数によって、まあ、ファイルシステムに反映しますと。でそのそのファイルシステムのアップデートするときにはディスク IO、ストレージの IO が発生するんで、その時は GFP の IO を使いますと。つまり GFP カーネルの割り当て要求が成功するためには GFP の OFS の割り当て要求が成功する必要がありますと。でその GFP の OFS のが成功するためには GFP の IO が成功する必要がありますと。そうしないと処理が先に進まないわけですね。でもそのどのフラグであってもその割り当て満たすためのウォーターマーク、ここですね、これ同じなんですよ。つまりその元請けがこれやっといてねと仕事投げますと、で下請けが孫請けにこれやっといてねと仕事投げますと。で予算があるうちはいいんです。でも予算がちょうどここに来た場合に一斉に動けなくなるんですねちょっと怖いんですけどなんで、まあその下請けとか孫請けっていうのはその予算がもうそこを尽きたとしても動けるようになってなきゃいけないと、そういう作りになってるんですね。でも実装は必ずしもそうなってなくていろいろバグが残ってたりしますはい。でまあでその孫請けがその、まあ、ディスクストレージ IO が濃ければそれによって、まあ、ファイルシステムの制御が起きるわけですよ。でファイルシステムの制御が起きるとそれはもうその後々に影響しちゃうわけですね。書き込んだはずのデータが反映されてないと、それはアプリケプロセス1個終了させるよりも大きな被害をもたらすこともあるわけですよ。 OM キラーでプロセス殺しておけば、まあ、そのプロセスが死んだだけで済みましたと。だけどファイルシステムのアップデート、まあ、ファイルシステムのコミット処理が失敗するとそれによって、まあ、ファイルシステムの不整合になっちゃいますと。それはその場合によってはプロセス1個殺すよりも大きなダメージになるわけですね。
なのでまあそのなのでまあそのバッファー代用したデータが反映されないとかいう、それはちょっと嫌だねと。でも OM キラーによって必要以上に殺しちゃうのも嫌だねと。さて OM キラーを発動させないことを理由に、まあ GFP の NoFS とか NoAO をこけさせるのは嫌ですと。で、それがその結果まあ事件が発生したわけですね。究極の状況、選択が迫る状況が起こしてみたわけですよ。まあメモリ割り当てて、でまああとまあバッファー代用するプロセス、それを同時に走らせてみましたと。ファイルの書き込みを行いながらオームキラーを発動させますと。やってることはまあチャイルドプロセスはファイル書き込みやってますと。で親プロセスはメモリ割り当てて、どんどん食い潰していきますと。さて何が起きましたかというと、システムがハングアップしたんですね。ちょっと不思議な話ではあるんですけど、実際ハングアップしちゃうんですよこれで。でもなんでハングアップしちゃうんでしょうねと。でその答えっていうのが、まあ、ちょうど、まあ、3年ほど前に発覚したトゥースモールトゥーフェイルメモリアロケーションルールっていう事件なんですね。こっちじゃない、これか、はい、まあ、これちょっといろいろ長々と書いてあるんですけど、まあGFP カーネルでない場合には OM キラーを発動させないと。かといって GFP の OFS とかの IO が簡単にこけるようなところもありますと。だからどうしてるかっていうと、そのリトライしてたんですね。メモリ割り当て要求の中でリトライしてたんですよ。そうするとその OM キラーによって殺されない限りは、その、まあ、32KB 以下のメモリ割り当て要求は成功するまで永遠にリトライしてますと。そういう作りなんですね。今もそうです。このルールは今も健在です。でまあその GFP のヘッドメモリアル要求を行う側は、ね、挙動を想定してなかったんで、まあそのまあ何でしょう、プロセスが OM キルされたプロセスが終了してメモリ解放しない限り先に進めませんと。なんでそのまあそれが下請けがその先に進めないことによって、元請けはその、まあ、先へ進めなくなると。両方動けなくなっちゃったわけですね。で、まあ、そういう挙動が実は意外と簡単に起こす、まあ、意図的に起こすことができるということが分かったと。そこの事件が、まあ、空きメモリが少ない状況での挙動について真面目に検討を始めるきっかけになりましたと。それまではもう本当にシステムがドツ攻撃受けてくる、もう手遅れだと、諦めて再起動させるって、こういう、まあ、ひどい扱いだったんですけど、この事件が発覚したことによって、これはやばいねっていうことで、話が動き始めたわけです。まあ、闇の存在が明らかになったんですね。で、まあ、そのサポートセンターでハングアップの問い合わせやってたが人としては、まあ、これはもう、パイプでメモリ食い潰すよりかはるか、まあ、深刻な問題なわけですよ。システムが止まっちゃうわけですから、これは。しかもこれがその意図的でなくても偶然で起きることがあるわけですよ。たまたまそのファイル IO をやってた時に OM が起きたと。それによってシステムがハングアップしたと。そういう偶然に起きることがあるんですね。でまあいろいろ、ちょっと時間ないので飛ばしていきますが、まあその OM キラーが使う、まあ、プロセスが死ぬ、殺されたプロセスが優先的メモリ使うことを許可する、このメモ代フラグっていうのが、これはまあその必要以上にプロセスを強制終了させないための仕組みであるのと同時に、そのもしこの TIF メモ代フラグが付与されたプロセスが終了できなかった場合には、システムをハングアップさせるための仕組みとしても機能してしまうと。そういう、まあ、すごい危険なフラグなんですね。なんで、まあ、これがその OM キラーが発動できた場合に発生する OM ダイブロック状態ですと。ちなみにこの
まあ、OM キラーが発動する前に別の要因でハングアップすることもありますと。それ、まあ、それについて、まあ、この後ほど聞きますと。で、まあ、いろいろなんだかんだ議論していったんですが、まあ、この MM の、まあ、ボスです、技術上のボスですね、このミハルホッポさんはこの、まあ、タイムアウトを用いた解釈をひたすら拒否したんですね。この一定時間、この OM キラーによって殺されたプロセスが一定時間内に終了できなかった場合はもう次へ進むっていう、そういうタイムアウトベース の対処策を固くなり拒否したんですね。で、まあ、それでなんとか、まあ、なんだかんだ半分喧嘩みたいなもんですけどまあ、その何としてもタイムアウトの事前に解決しないと主張していまして、まあ、じゃあ、まあ、ハングアップしてしまう可能性のある処理っていうのを、まあ、ノカラーズを洗い出して、で、まあ、可能限り再現プログラムのロゴを提示して、どうやって対処するんだよと。で、まあ、半分喧嘩するのが、それ日々が続いていましたと。おかげで、まあ、これ、まあ、もうこれ書いてから2年半ちょっと経ったわけですけど、まあ、いろんな不正が見つかりまして、まあ、このハングアップしてしまう可能性のある処理を一個一個丁寧に見つけて、それで、まあ、やってた結果、まあ、本当にいろんな不正が見つかりましたと。で、まあ、全部修正されるわけでもないですし、存在発生する可能性があることを知りながら対処されないまま、これは現実の報告例がないから対処しないっていう放置されているものもありますと。で、まあ、話がまた発散しちゃうんで、その、まあ、OM リーパーっていう話を先にやりますと。 OM キラーが発動できた場合にその OM ライブロック状態に教えるのを回避するっていう OM リーパーっていうのがこの Linux 4.6 っていうので入りましたと。まあ、ちょっとここら辺説明してると本当に1時間2時間かかっちゃうんで飛ばします。はい、まあ、要はその Linux 4.6 で OM リーパーっていう仕組みが導入されて、で、まあ、その OM キラーによって殺されたプロセスが終了する前にメモリを回収すると、それによって処理を先に進めるようにすると、デッドロックをライブロック状態で陥らないようにするっていう、そういう仕組みが入りましたと。で、まあ、いろいろそこら辺バグを潰し続けたわけですね。はい、で、これ書いてた時には、Linux 4.8RC1 です。このページ書いてた時点では。で、まあ、なんだかんだいろいろ細かなバグを進めてった結果、まあ、本来だったらその Linux 4.9 で、まあ、OM キラーが発動できる限り、OM キラーが発動できる限りハングアップしないようになるはずでしたと。なることを目指してましたと。このページ書いてた時点では、その 4.9 で、その、まあ、ハングアップしないことを、保証できるようになることを目指していましたと。あ、ちなみに、まあ、この OM リーパーというのは MMA 対応パネル専用ですと。つまり、ノー MMA 環境の場合には、この OM リーパーが存在しないんで、この今だ現在でもそのハングアップする可能性はありますと。ただし、そのノー MMA 環境で OM キラーが発動して、それでハングアップしたっていう事例報告が一つもないことから、全然放置されてるわけなんですね。なんで、まあ、ちょっとここ、今日はそのノー MMA 触ってる方もいらっしゃる。で、まあ、ちょっとノー MMA 環境で、本当に OM のダブロックが大きいのかどうかというのをちょっと実験書をやっていただけるとありがたいなということで、この話をしているわけです。はい、で、まあ、いろいろ、まあ、揉めた、その半分喧嘩状態が今も続いているんですけど、まあ、ちょっと普通の人がこのメモリ周りのバグを見つけるっていうのはすごい難しいんですね。なんか問題が起きてても何もメッセージ出してくれないんですよ。だからそんな、なんかシステムが反応ないなと、でも何が起きてるのか分かんないなと、それじゃ困るっていうことで、まあ、そのウォッチドッグをつけようと。もしメモリ割り手要求がなんかすごい長時間先に進まなかったら、なんかその今どういう状態なんだっていうの
出力するようにしようと、それで提案したわけです。でもまあちょっとこのウォッチドックがまあいろいろまあなんていうのかな、その OM なんで、全然そもそもその関心持ってる人自体が絶対数が少ないわけですよ。なんでなかなかこの OM ウォッチドックの話は進んでいません。提案は続けてるんですが、もう全然反応ないと。こんなん必要なのと。このミンハルさんも 99% の環境では必要ないでしょうっていうふうに言ってるわけですね。でもまあそれでもバグを見つけるためには私は必要だと思ってるんですよ。なんでまあちょっとこの議論にの提案、このまあ議論に加わってくれる人を募集してますということで、まあ今日この話をすることにしましたと。実際本当にそのすごいメンバーが限られてるんですね。その OM 周り の挙動についてまあカーネルでやってる人が、でも実際現実にはなんかシステムがハンガップするっていうトラブルが起きてて、もしかしたらこのメモリー管理が原因かもしれないと。でかといってそれをその普通の人に対してここでこうなってたからこれでハンガップしたんだと、だからここを直せって、それを要求するのはすごい無理があると。だからウォッチドックでそれを普通の人でもなんとかある程度の情報できるようにしたいと、それがまあずっと戦い続けている理由なんですね。でまあ先ほどの復元に行きますと、まあなんかMM サブシステムの特徴でもあるんですけど、どうも他のシステムとのまあなんていうのかな、影響っていうか相互作用ですか、相互作用について考慮してないっていう節があるんですね。その MM サブシステムは自分の中だけでこれだけでちゃんと動くはずだっていうふうに考えてて、例えば何かの処理をワーク Q に丸投げしましたと、そうするとしばらくすれば必ずそのワーク Q が処理をやってくれるはずだろうと、そういうふうな想定で動くんですね。でもワーク Q っていうのはそのまあいろんな要件を対処してくれる便利屋さんなんで、数が限りがあるわけですよ。でメモリが枯渇している状況ではそのワーク Q を新しく作ることもできないわけですよ。そうするとそのメモリ割り当て要求を処理している状態タイミングでワーク Q がメモリ割り当て要求をしている状態でメモリがなくなると、そうするとワーク Q を作れないと、かといってメモリ割り当て要求も先に進めないと、それによってシステムがハングアップしますとそれによって OM キラーが発動できませんでしたということがありましたと。この、まあ、出力 F が同じスレッドを常に選び続けてしまうという、これも、まあ、ノー MMA 環境では存在してますと、してるはずですと。これは結局修正されなかったんですね。OM リーパーによって解消されるはずだから、もういらないだ、修正しないでいいだろうということで、無視されました、この問題については。あとは、まあ、なんでしょう、いろいろ、まあ、レースコンディションによって、まあ、なんか、ちょっとした、まあ、処理の順番ですね。ちょっとした処理の順番を見落としたことでハングアップしましたと。他には、まあ、ちょっとこの 3.19RC6 と RC7 の間に、まあ、ちょっと怖いコミットが入ったんですね。これがその、まあ、ちょっとしたクリーンアップパッチのはずだったんですけど、これがまあこのパッチが原因で遅いし、もともとは単なるクリーンアップを行うはずだったんですが、このノー FS、ノー IO のメモリア容器がリトライしないっていう、そういう変更が入ってたんですね。なんで、このトゥーメニ、トゥースモールトゥーファイルアロケーションルールを突然無視しちゃうような、このルールを突然撤廃してしまうような、そういった変更だったんです、ね、このパッチが。ちょっとした見落としではあるんですけど、どこだ、ちょっといや時間ないから飛ばします、はい。でまあ、なんで、まあ、そのトゥースモールトゥーファイルアロケーションルールが突然無視されちゃったことで、単に OM キラーが起きるだけでファイルシステムエラーが発生すると、そういうひどい状況になっちゃったわけですね。でまあこれはちょっとさすがに使い物にならないだろうということで、まあリバートされました、はい。
まあこのトゥースモールトゥーフェイルアロケーションルールを廃止できればベストなんですけど、長期的にはベストなんですけど、その何 RC6 と RC7 の間で不意打ちのように突然廃止されたらもう誰も対応できないわけなんですよ。なんでまあこういう現実のまあなんでしょうね、現実にテストして、それで始めまあ、現実の問題、これはやばい問題だって認識されない、されて、まあ、なんとか修正されるって、そんな感じの、まあ、やり取りなんですね。なんか、これはグッドアイディアだと思って、それげなくマージしてしまって、後になって、あ、これはやばかったって、すごい、そういうことがしばしば起きてるんですね。MM の世界では。とりあえず入れてみようと。で、それでまあ、何もなければそのままにしようと。なんていうのかな、その本当になんか隅々まで考えないでとりあえずやってみようっていう感じなんですね。だからまあそれを使う側である、まあ、我々もいろいろ細かく常にテストしてないといつの間にかなんかとんでもないことになってるということが起きます。はい、それが MM の世界なんですね。でまあ、いろいろありますけど、これは何か話をしてないか、まあ、本当になんかいろんなバグを見つけてやっつけてきたんで。であとはまあそのメモリ割り当て予期の特徴として、その何かのロックをつかもうとしましたと。でロックをつかみませんでしたと。その場合そのロックを持ってるその誰かがその自分の代わりに何とかしてくれるだろうっていう、そういうまあ、他人任せな考え方で動いてるんですね。なんで、まあ、そのロックを持ってる人がそのちゃんと CPU 時間を使って処理を先に進むことができればいいんですけど、そのロックを取れなかった人たちが一斉に CPU 時間を食い潰しちゃうと、それによってその本来ロックを持ってて何かやらなきゃいけない人が何もできなくなると。それによって、まあ、OM キラーが発動できなくなったりとか、そういった、まあ、しょうもないんですけど、なんかそういう、なんかまあ、自分がやらなくても誰かが何とかしてくれる的な、すごいそういう考え方で動いてるもんですから、まあ、いろいろそれに起因してトラブルが起きたりするわけですね。はい。なんかもう MM の悪口ばっかり言ってますけど。でも実際なんか本当にすごいなんか、詰めが甘いなというふうに、セキュリティやってる人からは、こんなもうこれはもう欠陥品だろうって言いたくなるようなそういったレベルのなんかちょっと爪の甘さなんですよね。でまああとはまあその VM スタートアップデートっていうのが、まあその統計情報をアップデートするためのものが、まあバックキューが動けないことで、それでまあバックキューが動けないことでオーミキラーが発動できなくなったりできなかったっていうバグがあったりとか、あとはこれは何だ、まあその OM ディテクションリワークっていうのが 4. いくつかで入ったんですけど、その時のまあフィードバックが楽観すぎて、でまあそれによってまあそのメモリ負荷をかけずともファイル IO をするだけで OM キラーバカバカバカって出ちゃうとそういったトラブルがあったりもしましたと。あ、ちなみになんか Ubuntu 16.04 ではなんか4.4 カーネル使ってるんですけど、なんか今でもなんか OM キラーが起きるっていう報告がなんか時々起きてるみたいですね。なんかまあ、OM ディテクションリワークとかそういったのによって、それまでは OM キラーが発動しなかったはずなのに、それがなんか突然ある日 OM キラーが起きるようになったっていうそれリグレッションだろうとかなんだかんだ、まあややこしいんですけど、でまあちなみにでまあいろいろそのテスト、まあこれがこの問題が起きたことで、まあ 4.6 じゃなくて4、まあいろいろ試験が行われて、でまあ 4.7 に入りましたと。
で、まあ、実際、まあ、とりあえず入れてみようという、とりあえず試してみようという方針で動くものですから、まあ、効果、副作用どうなのかというのを検証すると、とりあえず入れてみると、それで、まあ、何が起こるかを確認すると、で、まあ、特にトラブル報告がなければそれでよしと。いうことなんですね、はい、ちなみに、まあ、この修正がマージされる数時間前ですね、に、まあ、レッドハットのオレグさんがなんかこのゾーンリクレーマブルにあるスライド軸みたいにオーミザレッタブロックが発生するという報告を上げてきたんですね。で、まあ、そのこの修正が入ったことで、まあ、解決された問題なんですけど、その事象の再現プログラムを見て驚きましたと。なんと単にマロックしてメモセットすると、これだけです。これを無限ループでやるだけですと。で、まあ、これを繰り返すだけでシステムがハンガップしましたと。嘘でしょって思うかもしれないんですけど、本当なんです、これ。いや、もう、ちょっと、なんなんですけどね。これによって、まあ、その、カウンターのアップデートが起きませんでした。まあ、リットライが永遠に行われちゃって、それで、まあ、本来 OM キラーが発動しなきゃいけないはずなのに発動できずシステムが固まりましたと。いやもうなんか私がなんかいろいろ一生懸命そのギリギリの状態をなんか叩き出そうと頑張ってたのが、もうたったこれだけでもハンガップさせられちゃったらもう泣いちゃいますよ。だから本当にそのメモリ管理サービスで禁止した実証問題というのはどんな状況で発生するか分かんないんですよ。で、まあ、他には、まあ、例えばこれはつい最近解決されたんですけど、2.6.3 にレール6以降ですね、そういったのが影響を受けるバグだったんですけど、まあ、このスロットルダイレクト、必要以上に早く OM キラーを発動させないようにするパッチがあったんですが、これですね、まあ、必要以上に OM キラーを発動させないようにするために、まあ、ここで、まあ、メモリ回収処理の中でちょっと必要に応じて待とうと。で、その時の条件は、まあ、こういう敷地でやろうというふうな処理が入ったんですね。ところがどっこい、このパッチっていうのが、その誰かがその処理を先に進めてくれるっていう前提で動いてたんですね。で、その誰かっていうのはケースアップ D なっていう、まあ、そのメモリ回収するための関連セットなんですけど、ケースアップ D が常に動ける状態で、それで、まあ、メモリを回収してくれるはずだと。だからそれによって、ここ無限ループになってるけど、いつかはループを抜けられるようになってる、なるはずだと。ところがどっこい、ケースアップ D っていうのは、その、まあ、メモリ回収するためにいろいろファイルシステムのロックを取ったりとかで、まずスリップしちゃうことがあるわけですよ。で、ケースアップ D が動けなくなると、ここのループの中の人はもう動けなくなるわけですよ。そうするとその結果何が起きるかっていうと、全てのメモリワイルドエンジンが一斉に動けなくなるんです。恐ろしいってダメなんですよ。だから本当になんか知らないんですけど、 MM サブシステムっていうのはなんかこういう変更を加えることで何が起きるかっていうのは分からないで、パッチをどんどん入れちゃうんですね。このパッチを適用すると、その結果、まあ、どういう範囲に影響があるかっていう、そこら辺の詰めが甘いんですよ、なんか知らないんですけど。なんで、まあ、そのメモリは、まあ、再現プログラムはこんな感じですね。まあ、本当にどれも大したことやってないんですけど、単にこっちはまあ、ちょっとウェイト入れながらファイル対応してますと。で、親プロセスは単に、まあ、ちょっとウェイト入れながらメモリ食い潰してますと。それだけなんですけど、これだけでもう全てのメモリアル容器が一斉にハンカップしますと。で、システムが動けなくなりますと。まあ、そんな感じのいろんなバッグがありまして。で、まあ、これも当初はそのいろいろ、なんでしょうね。まあ、ちょっとこれも深く、こんな意図的に負荷かけてるのが悪いっていうふうな思われてた節がありまして、なかなか放置されてたんですけど、これは、4.14 の直前だったかな。最近、4.14 かな。ちょっとバージョン忘れましたけど、最近修正されました。はい。だから、まあ、こんな感じで、いろいろちまちまと修正してるわけなんですけど、本当にしんどいです、これは。もう1時間になっちゃいますね。だからもう、どんどんこれは終わりにします。で、まあ、いろいろ他にもあるんですけど、まあ、ちょっとここだけの飛ばしまして、
で、まあ、これがあのまとめとしてタイトル、これが今日の発表タイトルなんですね。なんていうか、そのまあいろいろ問題があって、でこっちへ戻ってきますと、はい。すみません、なんかいろいろと重たい話なんですけど。で、まあ、このトゥースモールトゥーファイルメモリアルフューションビルドが発覚してからもうすぐ3年ですと。で、まあ、4.6 で入った OMD は当初はいろいろバグとかリグレッションあったんですけど、だいぶ修正されてきましたと。で、まあ、4.15 では OMD が発動できる限りは OMD のアブロック状態を知らないことを証明できることを目指しています。ただし MMU 対応カーネルで、なおかつあの通常の負荷においてです。意図的に負荷をかけた場合はあの違い、これは対応できません。はい。で、まあ、いろいろその、まあ、ハンガップしてしまう原因のいろいろ一部を修正しましたと。VM、これかな。あ、こっちはダメか。あ、まあ、いいよ、いいよ、気にしないでいいよ。あ、それ、あの、コピペですか。コピペで、リンクをコピペ。それで、すいません。で、まあ、例えばその OM ロックっていうロックを取った状態で、あの同時に OM キラー発動させないために、まあ、OM ロックを取った状態で最後のバリエティ要求するんですけど、その時にまあ埋まり回収処理をあの待っちゃうと、それによってデッドロックが起きる可能性があるとか、そういったのを修正するパッチですね。とか、あとは、まあ、いいや、飛ばします。はい。で、まあ、あと、その、の GFPFS が入ってない、そのノーアイオーとかノーアイオーというなメモリアル容器は現在でもそのシステムハンガップさせる可能性がありますと。まあ、いろいろその GFP プラグ正しいの指定したりとか、あのちまちまやってきてはいるんですけど、まだ全部は直ってないし、そのまあどこがバグってるのか、あの本当にソースコードとか依存関係が複雑すぎて、実際に走らせてみて問題を起こして、それで解析するしかないっていうような状況なんですね。意図的な負荷をかければ、まあ、ハンガップさせることはできますと。でも現実のあのまあ、現実の負荷で起こることを証明しないと対処してくれませんと。で、まあ、それをちょっと普通の利用者に証明してもらうのは酷なんで、まあ、その、まあ、あの、ちょっとそれを避けるために、その、Linux 4.8 では、その、4.9 だったかな。では、まあ、あ、いいよいいよいいよ、もうそのまま見せちゃっていい。4.8 だか 4.9 で追加されたこのまあストーリーしてる場合に警告を出して、まあ盛り当て要求が10秒以上経った場合に、必要とした場合にあのちょっとこれやばいんじゃないっていう警告を出す仕組み、これについて、これがまあ同時多発的に呼び出すことによってシステムハンガップさせることができるっていうのが意図的にすることで、あのハンガップするのはもうあの最初から分かってました。それが現実のシステムであの、まあ、ロックアップしたっていう報告があって、初めて修正さあのあ、じゃ あ、 まあこれはちょっとやめといた方がいいねということで修正されました。はい、それがまあ 4.15 RC1 なんですね。つまりまあなんか一度入ったらそれでまあ、 あの1年とか数年とかそういうまあ問題なんかバグがそのまま残っちゃうんですね、一度入ると。で、まあ、あのこれを回避するためにまあウォッチドックをあの入れたいというふうな提案を続けてるんですけど、まあ、なかなかあの監視を引かない領域なんで、あの賛同者がいなくて困ってますと。なんで、まあ、ちょっとこの議論に加わってくれる人をあの募集してますと。それがまあ今日話をしている理由ですと。
で、もう一つは、まあ、OM リーパーというのは MM 環境専用ですと。で、ノー MM 環境では、その OM ライブロックが発生したという報告例がないことを理由に、全く放置されてますと。でも、それはもしかしたら普通の利用者が気づいてないだけかもしれないと。あるいは、まあ、なんかハンガップしてるんだけど、それについて何が起きてるのかデバッグする時間がないと。そういう可能性もありますと。ということで、まあ、ノー MMU 環境でそのライブロックが本当に大きいのかどうかというのを、まあ、ちょっと検証してくれる人を探してますと。で、まあ、最後に MM サブシステムがあなたの助けと必要としますと。本当に現在の MM はテラバイトクラスの メモリを搭載している環境がターゲットになっちゃってるんですね。なんか知らないんですけど、ギガバイトなんて目じゃなくて、もうテラバイトをターゲットにしてます。で、まあ、そのためになんかいろいろ、まあ、スリープ処理を入れたりとかするんですけど、それはそれでなんかまた変なところでリグレッションしたりするんですね。例えばそのメモリを解放する V フリーっていうのがあるんですけど、その中でそのスリープできるようにしようとか、そういった処理が入れたことでなんかリグレッションしたとか、つまりまあすごいコアシステムなんですけど、使い手がどういうふうに使ってるのかっていうのを全然意識しないでどん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 変更を加えてるんですね。だからまあそれによってバグったりもしてますと。あとはまあその組み込み系のような少量の物理メモリーとしか搭載していない環境とか、ノー MM という環境のことはもう本当に忘れられてます。それは何でかっていうと、ライブロックの報告例がないことを理由に、なんかまあそのライブロック対策のコードを削ったりとか、あるいはまあそのちょっと処理をシンプルにするためにその SRC、これもそのシステムサイズを削るためにコンフィグオプションにしたんですけど、それをそのコンフィグオプションをなくして処理を書き直そうというコミュニティが提案されたとか、なんかそういったことが行われているわけなんですね。なんでまあちょっと今日このその組み込み のが集まっているこの場所で、まあ、ちょっと発表させていただきました。いろいろ、まあ、動向を注視して、それでまあ必要に応じてどん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 MM サブシステムに対して文句を言っていただければと思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。当然ありますよね。いや本当になんかいろんな読みがあって。質問なんですけど、はい、MM の方って、はい、レグレッションテストのテストケース作らないんですか？基本的にないですね。そのメモリ枯渇時の挙動なんで、これは基本的に。だから、なんでしょうね。機能テストはあるんですよ。LTP とかそういった機能面でのリグレッションテストはあるんですけど、その OS メモリがほとんど空きメモリがなくなった場合にどんな状況が起きるかっていうと、誰もテストしてないんです。でも今ってハザードだってあるじゃないですか。はいはい、あれは機能面のテストには有効です。まあ、機能面だけれども、これってメモリ枯渇した時の機能ですよね。まあ、メモリが枯渇した場合に実行されるコードなんですけど、そのテスト用プログラムっていうのはそういう OM 状態をテストするためのものではないんですね。そこら辺をなんかテストできるようなものはないです。今までやってこられた、こういったコードの断面でいいから全部まとめて、で全部一気にテストっていうか走らせられるようにした上で、いや、その環境依存、タイミング依存で、そのなかなか難しいんですよ。性能面の測定するようなもんな、それに近いんですね。その機能面であれば、このパラメータを出して、こういう処理が実行されて、こういう結果が変えるかっていうテストができるわけですよ。でも これはそのあくまでそのメモリが枯渇した状態で何が起きるかっていうテストなんで、それがなんかそんなパラメータを渡してこういう計算してこういう結果返すっていう、そういう単純な状況じゃないんですね。メモリがないから、これがこの処理を呼び出して、これが処理をやって、この処理を待って、それでどういう依存関係があって、それでどうなるっていう、とてもテストプログラムできないです、これは。でもこれ再現テストっていうか再現プログラムもあるわけじゃないですか。それはまあ私がいろいろ試行錯誤して書いてるわけですね。でこれを QM とかだったらある程度環境は固定できますよね。メモリのサイズなり何なりを確定した上で、これを動かすとこういう風になる、もしくはこういう風になるっていうのはよくて、これは昔のバージョンだと起きるけど、このバージョンだと起きないよっていうことを全部のテストバージョンでどんどんテストしていくためのフレームワークができれば、どこにどういう問題があって、どういうコンフィギュレーションだとどういう問題が起きるっていうのは一覧化できるんじゃないかなと。
それだったら、ある、そこからこれがあるから、じゃあ、こういうふうな改造を加えたら、このプログラムも動くようになりました。他の、テストプログラムも動くようになりましたみたいな話を、どっかできればいいとは思います。まあ、もちろん、今回やってるのって OM キラーなので、だから必ず動かすと死ぬんで、もう一回こう最初から利用しになるんですけど、なかなかテストが難しい領域ではあります。その OM キラーが発動した場合にちゃんとそこでロックアップしないようになってるかっていうテストと、あとまあ OM キラーが発動する前にロックアップするようなバグがないかっていうテストなんで、僕自体は個人的にはロックアップの話って機能だと、そこってロジカルに分かるじゃないですか。ところがタイミングで、起きる起きないがあると思うんですけど、それだったら例えば100回やってみて起きるかどうかテストしましたらいいと思うんですよね。何回かっていうのを決めておいて、それで、一周回すっていうのって、本当はもうシステマチックにやっておかないと、MM の方のコードが何て言うんですかね、さっき言ったように言われたように MM の人たちがヒューリスティックになんかこう試行錯誤で勝手にやってるって言ってるんですけど、それはだって評価するものがそもそも システマチックにやってないんだったらそうならざるを得ないんですよ。だから評価することもシステマチックにやらないと開発もシステマチックにならないんですよっていう話だと思うんですよ。そうですね、それは面白いですよね。プロジェクト立ち上げるっていうのは、すごい難しいですよ。本当にテストする環境とかもまちまちですし、なので、さっき言ったように QM 使う、必ず QM 使うっていうものでしてやっておけば、結構 MM の場合そのデバイスに移動するわけではないので、コントローラーしやすいのかなと思います。もちろんその IO の部分がややこしいですね。今その MM のテストは基本的にファザー任せですね。ファザー使ってそれで何か変なのが起きたらそれで初めて修正するみたいな感じで。Can write down they are making a discussion about a test framework of the memory management issue. I know that you are quite curious about test environment of the Linux kernel. And I do not know what you can help, but as a person who are preparing the test environment for Linux kernel,Do you have some suggestion to prepare the memory management or those kind of Kira-related test framework to prepare? I wasn't able to follow the entire thing, or actually much of it. But yeah, actually, he reported that OM Kira-related bugs or hang-ups. So that I just suggested to make some systematic test framework for those issues. Right. So my question would be: Are these can these be produced purely in software? Yeah, of course, because that is MM, so memory management. Right. So that I think that. Well, I know the original one was XFS, so it involved the file system. But are there? Does it require the file system accesses to? We don't need a special device or something. Okay, yeah, if you can isolate it so you don't have any hardware control, that makes it easier. My recommendation would be to do something in case self tests. Yeah. If you can boil it down to a test that you can have the average kernel developer make case self test and it hangs their machine. Yeah. That'll be a good. And people the, might the, do something. The problem is this actually calls OM Kira. So that right. once we run the one test case, we need to reboot. Well, Fuego pushes it onto another machine, but yeah. Yeah. Nice. Yeah. But I think. For this type of problem, I actually think the best thing is to put it in a case self test. So we just recently added a harness. We're still working on it to run case self test in Fuego. So any test he writes, we'd get for free in Fuego, which would be nice. Yeah, but I think that the case self test is actually focusing on
some function of this, so that it will, you know, it doesn't seem that the target that the test which causes system change or like an OM error or some the test will take a long time. Yeah. Well, so that we need I thought that there were some destructive tests in in K self test. Is that not really? Yeah, I thought there were some, but really? Wow. not like destructive, like wipe your hard drive. Yeah. But I think that we need some additional test tools, like destructive, K-destructive test or something. Well, it's a good point, and I'm sympathetic. I mean, I did catch enough to read through this rather long comment thread on the LWN.net site. Sorry, I kind of phased out. So how long are the test programs to reproduce this? Are they fairly simple? The test code is very simple, but a couple of minutes to 30 minutes or something. Yeah, a few minutes. Oh, it takes a long time to run. Program focus when some balance broken. Yeah. Memory management is very tricky. Yeah. Some threshold here, check, okay, oh, pst. So, yeah. It depends timing, environment. I don't know, maybe it's just me, but in my opinion, the kernel is not supposed to oops or hang. So, I mean, unless you really are out completely out of memory, right, and there's nothing killable. I mean, there's certain conditions, but the whole point of the OOM killer is that it's supposed to, it shouldn't just plain hang, it should, if it can't kill something. And Neil Brown actually suggested one mechanism, which was to scan the out-of-memory list and see if there was already someone on there that had freed its memory before you made it a target for OOM killer. Anderson, one thing I'd like to mention is that our team is now curious about preparing a test framework of the Linux kernel. And I support, I support the Hiramatsu's idea to prepare some sort of generalized test case of your program so that maybe communicating with team and yourself will make some sense. And for tomorrow, it's not today, but tomorrow, team is going to have workshop of the framework that is his even proposing, test framework. So one of my suggestions is to join Tim's tomorrow's workshop, which will be maybe Tim will introduce all the guys later. And another thing is that another curiosity what I have is that you are making a great presentation using your website. But unfortunately, they are written in Japanese, so that no way to be read in the international community people. Why don't you prepare it in English? Yes, I have another suggestion. That is within the Linux, Linux Foundation Japan, there's several the English translation, the English and Japanese translation volunteer and I raising. I think those kind of volunteer should not only to have that kind of English to Japanese translation, but also your Japanese text to be translated into English using that kind of volunteer work. Kutsu-san, don't you think so? I think so. The translation teams, my vision, the translation team to bridge between the community and the local developers. So we should the bi direction. Yeah, he's one of the guys who are making a leadership of the translation in between the Japanese and English, so that maybe he and his group like English Japanese translation group team will be quite happy to help you. And then it will be quite easy for you to make international communication. Look here.
What's this in question? You can point it out. That's another thing which I'm coming to. Of course, his name is Mr. Fukuchi. Communicate with him, and he will be able to make some sort of assistance. Anyway, is there any other comments or discussion? I think it must be a quite serious and deep, and which is really sticking to the IoT or this kind of embedded system team. Not only the such kind of giant, memory sized people. これ、ラインブロックになった時のケースで、ウォッチドックとかで、なんていうか、それのスレッドが反応しなければ、普通に、まあ、リセットとか、パニックをやめれば、パニックにした方がいいんですよということが、まあ、ちょっと書いてあったんですけど、ウォッチドックは、このケースでもおそらく低い。メモリ割り当て要件に関するウォッチドックは今存在しない状態です。その 4.9 でそのオンアロックっていうのが入って、でそれがロックアップを引き起こすことが確認されたので 4.15RC1 で削られたと。あというか普通の、Linux ソフトドックとかで、まあ、反応がない場合に勝手にリセットする機能でありますけど、はい、あれの機構で、まあ、大きな関係なくなんていうか、まあ反応がおそらくなくなるので、殺してリブートというか、正常に復旧させるっていうのは、まあ、その普通のシステムではそういう運用にならざるを得ないでしょうね。その何か分かんないけど、とにかくハングアップしたと、でウォッチドック発動してリブートしたと、で何が起きたか調べてほしいっていうふうに、サポートセンターに来ますけど、何もメッセージ残ってないんで分かりませんと、それの繰り返しです。メッセージ例えばシリアルに残ってないからっていうことですか、ウォッチドックで。そのウォッチドックが発動したっていうメッセージは残りますけど、そのなんでハングアップしたのかっていう、それが分かり、手がかりは全く残りませんと。だとしたら、例えばなんかプレスイベントをなんか関連するやつをバーッと作っておいて、エクスプレス、かけておいて、エクスプレスオンオフするかなんかで、ウォッチドックからエクトレスのバッファーの内容をバーッと出させて、で、リブートするっていうのはできるかもしれない。ただその残念ながらそのどこで止まるかが分かんないんですよ。例えばさっきの Too Many Isolated の無限ループなんかも、あの中にはエクトレスはないわけですよ。なので、それまでの道筋がある程度分かればいいわけですよね。そこら辺のヤバいところに引っかかって、どこのヤバいところに引っかかってっているかっていうことすらさえ分かれば、終わったところの直前までは行ってたっていうことなので、それなんですけど、リブートかけていけなくというか、セカンドカーネルで、メモリー通ることはおそらく、まあ、動けば、いけると思うので、これの問題をその K ダンプというのは、まあ、今復習してるんですけど、K ダンプのログ等から、まあ、ここで起こったんだろうとか推測したっていうか、そういうのソースコード調査ベースで、テストケースというかテストプログラムというか作っていた感じ。まあそのソースコードを見て、でここら辺弱そうだなっていうのを見つけて、それで、まあ、テストケース作ると、でそれで、まあ、ちゃんと問題が起きていることを確認するためにウォッチドックも、まあ、私が今提案しているウォッチドックも使ってメッセージを取得しているという状態です。あんまりじゃあ計算とかの使ってないですね、はい、ただその私が提案しているウォッチドックが採用されれば、その、まあ、例えば仮想化環境、仮想化環境であれば、例えばハイパーバイザーに伝えてメモリダンプを取ってもらうとか、そういったアクションが取れるようになりますね。解析のためのアクションが。この半田さんの今のプロジェクト、はい、あえて言いますけど、プロジェクトに協力したい人は半田さんにメールすればいいですか。はい、お願いします。あるいは、まあ、直接 MM のメーリングリストに殴り込みでも構いません。とにかくそのなんかパッチを投げても反応がないっていう状態を、それが続いてるんで、
何か波風を起こしたいんですね。あ、そうか。あの、半導さんがパッチを投げた時に、はい、誰かがこれいいぞとか、あ、ちょっと待ってこれだとかいうふうな話を反動を NM にするっていうのは、それは確かに正しいよね。うん、実際その OM の問題はあんまりまともに考えられてないんで、うん、だからその議論に参加してくれるっていうのが一番嬉しいですね。うん、Anyway, I do not leave Handa さんが lonely. つまり、あの、Handa さんを本当に孤立させるようなさせないように、あの、我々の視点として、あの、やはり、あの、メモリフットプリントが小さいであるとか、それであるとか、まあ、ウームキーであるとか、うかずにある意味リブートかけられると、やっぱり、あの、組み込み系の場合困る人もいるんで、例えばメディカルなんかやってる人なんか、ちょっと待って、リブートちょっと冗談じゃねえぞって、そういう話なんかよくあるし、でそういうようなことなんかも背景としていろんなこう、あの、盛り上がりを見せていけるといいと思うんですよね。そういう意味では、例えばメモリーマネジメント の、 あの、グループに、あの、メーリングリストに突然、あの、いきなり何リフォルマをかけるのもそれもいいですし、あとは、あの、もっとローカルに、あの、ディスカッションするような、あの、サークルを作ってもいいような気がします。で今ほらいろいろこうメーリングリストなんかも作るのもいろいろできるじゃないですか、 Google で作ったら。でそういうのをやってみたらどうでしょうかっていうのと、あとテストフレームワークっていうのでもいろんなものが出てきそうな感じがするんで、再現されたなんだかんだって話も含めてちょっと協力できる人は協力していただいたらいいかなと。あとドキュメントに関しては、あの、今まで、あの、そのトランスレーションチームっていうのは英語のものを日本語の方にするっていうところに中心だったんですけど、それは逆に日本語でいいものが、ね、あの、英語にするっていうのも当然やるべきだと思いますので、おそらく、あの、協力してくれる人が出てくると思うので、そういうところなんかも使ってちょっとグローバルにいろいろこうアクションを取れるようにっていう話をみんなで応援できるといいかなっていうふうに思います。もう少しやります。もうそろそろ疲れてる。時間かなりオーバーしてました。というわけで、あの、はい、どうぞ。この話でいうと、実は半田さんから、あの、協力をお願いされてて、あの、私、ご存知の方いるかわかんないんですけど、昔このマイコンボードで Linux 動かすってやったんですよ。うん、で、まさにその何回か LS コマンドを打ってると、なんかメモリが足らねえみたいなことを言って、システムが完全にハングしたりだとか、あと SL を動かすと落ちるとか、いろいろ、なんかまさにドンピシャな感じの問題を実は確認していて、ね、協力お願いされて、さ、久しぶりにちょっとカーネルを動かしてみたら、どうも、4.13 から 4.14、4.15 のあたりでどっかでデブレたらしくて起動しなくなってるんですよ。正確には、カーネル自体だけを起動するとカーネルだけ、ルート FS 壊せずにカーネルだけ動かすと、マウントできない、あの、ルートシスファイルシステムがマウントできないって落ちるんですけど、ルート FS を壊せるとそこより先に進んだのかして、カーネルのメモリープロテクション機能がないって言った後ぐらいで落ちるんですよ。現状、なんかその落ちるまでの間に何も言葉を発していなくて、一応エラーは出てるんですけど、アンワインドを踏んだらっていうだけで、まあ、あの、いつもの落ちたら出てくるやつぐらいの情報しかなくて、うん、なんかリターンアドレスに FFFFFF1 とか入ってるから、多分どこかの、なんか、あの、スタックの中身か何かが壊れたか何かで死んでるんだろうなっていうのが分かるんですが、まあ、ちょっと問題を解決できていない状況です。で、そうですね、あの、今回これ半田さんの問題の協力者募集なんですけど、半田さんの問題を何とかするための協力者としてのなんか問題解決にもちょっと手伝っていつの間にか起動しなくなってるっていうのはよくあるんですよ。それで、今ちょっと問題の絞り込みすらまだうまくいってないので、ちょっと後で、あの、いろいろ教えていただけると嬉しいです。さあ、もうそろそろ半田さんの1時間以上経ちたいなと思います。かなり時間オーバーしてしまいました。いや、とんでもないです。非常に重要なことだと思います。どうもね、ありがとうございました。ありがとうございました。